皆さんおはようございます。現在朝の7時15分です。昨日はですね、深夜バスで一睡もできなかったせいか、ホテルに夜11時ぐらいに帰ってきて少しゆっくりしてたんですけれども、12時過ぎぐらいにもうカツッと寝ましたね。もうなんかこう物を持っててもなんか落ちるんですよ、手持ってて。こう意識が飛びそうになって、もう12時過ぎた後にはもうパッと、ね、眠りに入ることができました。相当やっぱり寝ていなかったのもあったのか疲れてたんだと思いますね。でもそのおかげで朝バシッと起きられて、今爽やかな、とても爽やかな気分でございます。今日はですね、大阪の方に、行きたいと思います。こちらが、今回宿泊した京都ガーデンホテルさんです。部屋もとても綺麗で、烏丸池駅の近くにあるので、おすすめでございます。で調べたらですね、このホテルの近くに昨日京都駅で朝寄った静屋さん、パン屋さん その他の店舗があるそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。昨日食べたですねカルネが結構美味しかったので、ちょっとお気に入りになっちゃいました。ちょっともう一個また食べたいなと思ったので、ちょっとそっちの方に行ってみたいと思います。烏丸御池駅の駅構内に静屋さんがありました。いろんなパンが売っていて、とてもおすすめなお店でございます。駅員さんにですね、パンを買いに行きたいんですがとちょっとお尋ねしたところですね、このような入国許可証を、いただきました。ありがたいですね。切符を買って入場料を払って駅構内の、お店で買い物をするっていう場合もあると思うんですけれども、こちらの駅ではこうした入港許可証をですね、もらうことができます。道頓堀です。すごい並んでますね。あ、本当だ。ここか。見た方がいいね。アップとかできる。グリコです。ここなんだね。大阪日本橋へやってきました。それはゲーマーズとトラの穴。隣にスーパーポテトレトロ感。前の方にも進んでみたいと思います。正面にはメロンブックス、アニメイトさん、新版さん、いろんなのが入ったビルっぽいですね。人生初串カツです。ソースに1回だけつけて食べます。さくら本店さんでした。とても美味しかったです。難波駅の方から地下鉄御堂筋線に乗って新大阪駅へやってきました。こちらのですね、新大阪駅から新幹線に乗って東京の方に帰りたいと思います。新幹線に乗るのすごく好きなんですけれども、なかなか機会がなくてですね、前に乗ったのが5年前ですね。5年ぶりに新幹線に乗ります。これに乗って東京へ帰ります。お待たせいたしました。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。車掌は田中、土曜の西倉が、マーサーは石井、松本が。無事に帰ってまいりました。ちょっと実感湧いてないですね。でも見慣れた場所に帰ってくるとなんかちょっとホッとしますね。今回は
盛りだくさんでしたね。最初っぱながら深夜バスにはやられて大変でした。本当にでもいい経験できました。京都も4畳半神話体系、夜は短しの聖地ですね。少ないですが、何か所か回れて非常に、ファンとしてとても楽しむことができました。大阪の方にも、町の方には初めて行ってみたので、圧倒されましたね。新宿とか渋谷などとは違ったやっぱり雰囲気を持ってましたね。これにて、今回の旅行は終了でございます。まあ、終了と言いましても家に帰るまでが旅行ですので、気をつけて帰りたいと思います。またですね、そのうちにどこかへまた行きたいと思います。何かのアニメの聖地でしたり、まあ、自分がちょっと行ってみたいなと思う場所に、行ってみたいと思います。その際はですね、またこうして、何かいろいろレポートができたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。